はい皆様こんにちははこんばんばです、えー、ちょっと立て続けにですね、えー、こういう経済というか、えー、お金関係のねお話をさせていただいておりますけども、えー、今日は、えー、銀行さんのですね銀行の 稼ぎについいいてお話をしたいと思いますちょっと変な言い方しましたけども銀行はですねあのよく借り入れをしてその金利、まあ、でね利ざやをいただいてそれで、えー、設けてるというふうに、えー、お考えの方も多いと思うんですけども実際に まあ、まあ、確かにそれもそうなんですよ。まあ、しかし、実際に一番銀行にとって大事なその利益の部分っていうのはですね。まあ、借り入れの金額を回収するということよりもトランザクションなんですね。銀行は基本的にまあ、銀行に限らず、いろんなクレジットカード会社も全部そうだと思うんですけど、基本的に彼らはトランザクションで稼いでます。トランザクションは何か？ えーまあまあ、多分皆さんご存知だと思うんですけど一応念のためお話ししますと例えば街に出て、えー、クレジットカードで買い物をしますよね。でクレジットカードでピッとこう通した時にあのそこで支払い完了してサインしてね終わったってなりますけど実際はあれはクレジットカード会社が建て替えてるんですよね。そのお金をすぐにお店にこう払って建て替えてで実際のカードを持っている所有者はだいたい月ベースですかね毎月。 まとめて明細が来てそのうううちいいくくら払払全額払うとかこうやっていくわけですよねその一回一回のトランザクションには実は手数料がかかっておりましてアメリカにおいてはデビットカードいわゆる銀行からすぐ落ちるやつですよねあれに関しては手数料がね1.5%でクレジットカードビザマスターが確か 3ぐらいあっっったたかかかななもうちょっと少なかったかなでアメリカン・エクスプレスがちょっと高めなんですよねアメックスが確かアメックスが3%かな,なんかそういうトランザクションフィーを取ってましてでそのトランザクションフィーは誰が払っているかというと一般的にはお店が払ってますリテール側が負担してカード会社に払ってますですので例えば3%トランザクションフィーがかかってるとして1万円の買い物をして3%って300円でしょその300円は手数料として カード会社に払ってますそして実際お店がお金受け取るお金っていうのは1万円の商品を販売しても9700円受け取ってるっていうことですですのでお店からするとキャッシュが一番ありがたいんですけどキャッシュだったらそのまままるまる入りますからねじゃあなんでそんな損してまで、えー、カードをね使えるようにしてるかというとやっぱりあのー。 気軽さですよね実際にそのキャッシュを持ってないけどカードを持ってますっていう方多分たくさんおられると思うんですけどカードってピッて通しちゃえばそれであの取引成立しちゃうじゃないですかあれ非常に危険なんですよ、まあ、なので自己破産とかされる方もあの多いっていことなんですけどピッて通しちゃうとあの例えばキャッシュとかでねあ財布の中にもこんだけしかねえやあ欲しいけど買えねえなごめんお金ないから ちょっと今日は買いませんって言ってキャッシュはそこで終わっちゃうんですよところがクレジットカードの場合うーんリボ払いにすればいいかとかえ来月にお金入るからこれ別に今買っといても大丈夫かなとかピッて通しちゃうんですよ まあ結局購買意欲が何て言いますかこうなえないというかそれがあって結果的にたくさんですねトランザクションが起きると購入してもらえるっていうあのこれはねなんかデータがあるようですそういうの研究された方がいるようなんですけどまあそれによってクレジットカードが普及しているとで今はクレジットカードに限らず例えば何にしてもこうお金のやり取りではなくトランザクションですよね例えばお給料にとっても銀行振込でしょ あれってトランザクション費ってかかってるんですよ。 我々には例えばままるる例えばですよ10万円とか20万円ってお給料がバンって入ったとしても我々には入りますけど実際はあれはね会社がトランンザクションフィーを払っているはずですそれに対して何パーセントという金額を金融機関に納めているはずです。それから例えば日本に送金するアメリカに送金する海外送金するといった場合にお金を郵便で送っちゃうとなくなるかもしれないけどもその安全のために銀行間取引っていうことでこう銀行間で送りますよ 当然そこで手数料ってかかってこれは振り込みをする人に負担かかってきますけども。 振込手数料っていうものが存在しますよねそういうところでトランザクションフィーを取ってますし海外送金の場合この受け取る側ですね例えば日本からお金を振り込んでもらったところ受け取った時に10万円振り込まれたとしても実際は10万円入っていこずにいくらか引かれてるんですねみたいな受け取り側の方でもなんか手数料取られてたりしますこのトランザクションの積み重ねがすごいらしいんですこれによって銀行は稼ぐようです はい、そのように、えー、私は、ね、トランザクションやってませんけどもそのようにトランザクションをされている方から聞きました。えということで、えーまあ、別にね銀行がそのなんか借り入れお金を貸したがるとそのあいつら金利で稼ぎやがってずるいよな。 とかってまあ言われる方もよくね多くおられるようですが実際はあれはですね本当に利益少ないんですよそれ以上にトランザクションですね、えー、手数料を取ることの方が銀行としては儲かっていますですのでまあまあ別にだからといってどうこういうことはないんですけど、まあ、ですのであまり借り入れに対してあいつらはね人の金で稼いでやがるとか。 っていうのは言わないようにしましょう。はい。ということで、今日は銀行は、銀行の収入源、一番の収入源は何かということについて、ちょっと、まあ私の知る範囲ではありますが、お話しさせていただきました。最後まで見ていただき、どうもありがとうございます。ぜひ、チャンネル登録とグッドボタンの方、よろしくお願いします。それから、各種 SNS もやっておりますので、よかったらぜひ見てください。一応概要欄の方に詳細に載せてあります。ということで、よろしくお願いします。ひろでした。バイバーイ。